その日、ある戦いを終えた一人は、倒れそうなほどに、憔悴していた。知らない。これは幼き日から続く、記憶の中の遊びではない。例えるならこれは、自らの生き様を示す、魂の、戦いだ。才能、日本人初の動画再生数100億回突破。努力、経験、運命。才能、運、努力、経験、運命。この金字塔を成し遂げたものは何なのか。努力。知識は何よりも強い武器であることを証明するであろう。世界のカジノの多くが彼の入店を拒否している。もうこの男に余計な説明など必要ない。才能。フィッシャーズがついに頭脳戦に挑む。最大の武器は知識か経験か駆け引きなのか、もしくは運か。それがこの戦いで明らかになる。最後に笑っている者が勝者ではない。最後に立ち上がれた者が勝者だ。ババ抜き最強決定戦。偶然だったのか、必然なのか、騙したのか、騙されたのか。一つのカードをめぐって繰り広げられる崇高な心理戦。そう、何を持つ者が強く、誰が強者なのか。それに本日ついに答えが出る。ババ抜き最強決定戦開幕。世界のカジノの多くが彼の入店を拒否している。その事実がすでに彼の能力の高さを物語っている。負ければ全てを失うかもしれない。そんな世界を制御にしている彼こそ最強の栄誉を勝ち取るのにふさわしい。プロギャンブラー、世界の横沢。詐欺、横領、贈収賄、人を騙すことに長けた経済犯と約20年もの間刑事として渡り合ってきた男がいる。嘘やまやかしは彼の前では全く意味をなさない。人が見せる最後の顔を知る男、森行正。世界で最も売れている格闘ゲームシリーズスマッシュブラザーズにおいて、彼は彗星のごとく現れた天才だった。人々を魅了するプレースタイル、美しい試合運び。しかしそれは人知れず、誰よりも研究と攻略に心血を注いだ結果である。短時間で相手の癖、戦術を読むことに長けたその能力は本日全員を撃墜するだろう。プロゲーマー、ザ・クレイ。知能、才能、努力、そんな言葉がこの男の前では薄っぺらで陳腐なものに見えてしまう。なぜならこの男が手にしたのは運。それもただの運ではない、豪運。人生のどん底で買った紙切れが一晩で6億にもなった男、宇多田俊也。あとどれだけの知識が入れば彼の頭は満足するのだろうか。知識がさらに新たな知識を呼ぶ知力の連鎖。中学時代から多くのクイズ大会で優勝を飾ったその頭脳が、知識は何よりも強い武器であることを証明するであろう。トップクイズプレイヤー、伊沢拓司。誰もが心地よいと思う、そんな空気感が漂う彼女の世界。そこは勝負の世界とは無縁の空間。だが彼女には自らリアルビリギャルを体現してしまうような
熱き魂が眠っていた。強者のみが感じ、強者だけが引き出せる彼女の真の強さ。心を読ませない独特の空気をまとった彼女が勝利後に見せる V ピースの角度は果たして何度か。雪リヌ、もうこの男に余計な説明など必要ない。数々の驚きと奇跡を与え続けている超魔術師。退治した瞬間、この男との勝負はすでに決している。そう思わせる力がある。日本を代表する天才マジシャン、ここにミスターマリック。同じ中学の運のいい人間がたまたま集まっただけなのか、いや真の才能豊かな人間たちだから成し得たのか、彼らの力ではなく前世で積んだ徳のおかげか。日本人初の動画再生数100億回突破、この金字塔を成し遂げたものは何なのか。本日その答えが見れるかもしれない。フィッシャーズシルクロード。最強を決めるにふさわしいプレイヤーの皆様、お集まりいただき心より感謝いたします。はい、ということで集まっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、すごいよ。すごいですね。もう最強ですよ。ねえ、最強ですよ。はい、もうその道のトッププレイヤーをここに集結させていただいた。はい、はい、緊張感もビシビシ伝わってくるね。そう、あの刺すような視線ってこういうこと言うんですね。そうだね。はい、今回はですね、このちょっと最強メンバーで誰が本当に最強なのか決めたいと思います。はい、楽しみです。では早速ルール説明の方よろしくお願いします。はい、ルール説明。今回4人ずつ2つのグループに分かれて戦う。予選1は世界の横沢ナホ、伊沢拓司、宇多田俊也。予選にはミスターマリック、ユキリヌ、ザクレ、森井幸政。各グループ1人ずつ決勝に進むことができ、決勝戦は2人で取り行う。さあ戦え。さてそれでは皆様、1回戦ということなんですが、はいはい、いかがでしょうか、この空間。ちょっとドキドキしますね。でも今始まる前は結構楽しく話してました。和気あいあいとする場内。しかしこの後激闘が繰り広げられることをまだ誰も知らない。いやダホ頑張れよ。いや対策とかしてきました、皆さん。どうですか。ババ抜きはプロギャンブラーからしたら結構必修科目みたいなところあるんで。そう語るのは世界の横沢。世界各地のカジノで培った経験をババ抜きでも活かせるか。じゃんけんとかババ抜きとかそういう子供の頃にやってたゲームをプロギャンブラーになってあえて攻略するみたいなのって結構みんな一度はやるんですよ。僕もだからプロギャンブラーになってから最初の頃に結構勉強というか、勉強って言うとちょっと違うんですけど、いろんな理論はでも知って、で皆さんよりは知ってると思いますっていうちょっと調子乗った言い方になっちゃいます。うわマジかよ。今のところ理論が上だよ。ババ抜きについての由来とかは知ってる。由来気になります。もともとオールドメイドと呼ばれている英語圏のゲームで、はい、52枚の中から1枚クイーンだけ抜いて、はい、クイーンが余るようにしてやるゲームだったんですよ。いわゆる時事抜きみたいな。そういうことですね。でまあ、クイーンが1枚余るので、はい、あのオールドなメイド、メイドさんが結婚してない人が残るという形でそういう名前になった。なるほど。早速雑学を披露したのはクイズ YouTuber 伊沢拓司。彼の高い頭脳でどう立ち回りを見せていくのだろうか。そんな中、はい、伊沢さんは、はい、運ですか。6国でしたっけ。はい、やば一発ですもんね。そうですね。そして6億を当てた男、宇多田俊也。彼の幸運スキルは戦いをどう変えていってしまうのだろうか。
何で当たったんでしたっけ。あ、トトビックっていうサッカーくじですね。あ、でも完全にランダムなやつですもんね、はい、そうですね。そうしたわけじゃなくて買ったやつが、はいはい、当たっちゃった次の日の航空に、はい、すげえ。絶対かな。今日はちょっとあの、はい、証拠も証拠やってくる証拠やってくる。本気出てきた。すげえ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 。ここから通帳出てくる人見たことない。これ見ていいんですか。あ、どうぞ。失礼します。やべえ。ちょっとこれ映せるか分かんないんですけど、平成20年9月29日の時点では残高4419円。残高4419円もえぐいてる。そうですよね。どうしたん、だんだん減ってますもんね。ここに至るまで極貧だな、はい、で次10月10日当選金額とと当選金額6億円待ってくださいね。これ振込手数料210円引かれてますよ。すげえ。めちゃくちゃリアルな。210円引くんか。すげえ。でもなんか下の方で1億5000万ぐらいなくなってる。えぐい減り方。これがまたちょっと気になりますよね。はい、1億出してみたんですかこれ。出してみて。なるほど、すごい。いや、ここに至るまで12日かかってるんですよ、ね、この期間気になりますよね。確かに。何をしたんだ。何があったんだろう。変わらない。運最強ですもんね。で、経験最強、頭脳最強、あ、なんかわかんないですけど、ウェイト最強。いや、どれで、誰が勝つのかってところですよね。空気は完全に持ってってるから。空気は完全に持ってる。なんとか、ちょっと喋ってないとドキドキしちゃう。じゃあ、こんな4人ですが、改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。では、カードの方を配らせていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。構成を期すために、新品のカードを今、この場で開けまして皆様の方に配らせていただきます。まず私の方で簡単に切らせていただきますが、その後構成を期すために皆さんにも順番に切っていただきます。はい、ではダホさんから切っていただいて順番に回していただいて4人全員切った後私配ります。はい、はい、もうすぐ今これはどんな。いや、申し訳ない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 本気ですよ本当に。いや、緊張してんねダホちゃん、うん、絶対に勝つっていうプレッシャーがあるだろうね、はいはい、そして我らがフィッシャーズ YouTuber ダホ、ウェイト最強の彼が初の頭脳戦に挑む。ダブルバックカードって言って、はい、フルバックカード、そういう名前のトランプなんですけど、はい、まあ一般的にはマジックとかに使われるカードって言われてますね、はいはい、なるほど、マジック両方裏のカードが大体入ってるんですけど、マジックできるね、マリックさんがいるからね。そうだよ、ワンチャンカード消す可能性あるからねさあ、はい、ということで、ではカードの方はまだ見ないでください。はい、おちなみになんですけど、はい、これ今全員カードを配ったんですけど、はい、4人に配り終えると1人だけ14枚になるんですよ。今14枚ですね、うん、そうで、ここだけ14枚なんですけど、僕プロギャンブラーなんでハンデで14枚でいいですよ。おうわきたきたきたなきたきたきた、これダメですよ負けた時それリリースするの、はい、じゃあ伊沢さん1枚、マジですか、はい、そう今伊沢さん1枚多いなと思ってて、はいはい、14でいいですよ、相当取ったから本当 本当に、はい、全然大丈夫です、優しさです。でも一発上がりできるのは14だけですよ。あ、まあ確かにそうですね、まあその奇跡はありますよね、もちろん。そうさあ、でもそれはちょっとお任せします。乗るのかどうかっていうのはね、そうですね、やっぱ迷いどころなんです。いや、もう始まってますよこれ実質始まってる。いや、でもまあプロギャンブラーなんでそこはちょっとね、そういうところ。でも今これ勝ちの手札かもしれないですよ。あ、別にまあどうでもいいですもん。それだけですか。それだけです、もちろん。いや、わかんない。いや、これも作戦なのかな、14にした方がいいっていう。でも一発上がりあるってお断りします。断られた。これは断られた。あ、なるほど、わかりました、いいでしょう。いや、だってこんなん相手から提案されたら今日乗らないのが基本ですからね。確かにね。ね、まあ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 、いや、だから来る速度がもう今日言うって決めてた速度だった、はい、そう、早かったからな。ちょっと怪しい、ね、待って怖い、待ってやべえな、マジで待って、もう操られてね、うん、ね、先導されてる気がする。はい、はい、最初はグー、じゃんけんポン、よし、おお。いや、僕給食のじゃんけんとか負けたことないですよ。持ってますね。え、これでも最初に引いた方が絶対有利ですよね。あ、でもそっか、いや、でも何のカードがどこに回ったかっていうのを多分見てると思うんですよ、うん、でもそんなの覚えられないんで僕が最初に引きます。お、
では第1回戦、はい、スタートです。皆様の能力を存分に見せてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれ1位とね、ビリも分かるからね。そう、うんうん、はい、はい、みんな顔、ここで元気が異変に気づく。もしか宇多田さん枚数少なくない？え、待って、宇多田さんマジで？え？これすごくないですか？あ、でも宇多田さんがババ持ってる。え？どういうことなの？待って、宇多田さんやばい。どうして3枚なんですか？え、これやばいな。これやばい。これやばいですよね。え、何枚なんだ？何枚持ってますか？知らねえ。9枚です。え？ 8。そうなります。9、9、8、3。え、なんでそんなみんな多いんですか？スタートダッシュすごい。すげえな。これが6億か。ちょっと多いなと思ったんです。いや、思いましたね。ここで宇多田の幸運アビリティが発動。経験最強、頭脳最強、ウェイト最強、なすべもない。ただ誰が馬場を持っているかっていうのもここが重要ですね。すごい。僕は大体目星がついてますね。おお。じゃあ僕から引いていってよろしいでしょうか。はい、お願いします。勝つのは一人だけですが、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕が引くんですよ。こうしてどうぞ。何を持って引きますか？そうなんですよね、まだこう情報のサンプルがないから、うん、こればっかりは運ですよね。もう最初はまあ運じゃないですかね。そう、僕でも麻雀とかだと綺麗に並べるんですよね。なるほど、数字通りに並べるんですか？そうですね、麻雀とかだと。でもそれ先に教えてくれてるってことは多分バラバラだと思うんですよね。今回はなんで、まあ僕最初はこれは、うん、こればっかりは、はい、伊沢さんが馬場を持ってない限りは運だと思うんで、はい、僕から引かせていただきます。どうぞ。大体いつも右から2番目から引くんですよね。じゃあこれを引きます。揃わない。おお、こんなにこれ言ってね、揃わないのでかいな。ほぼ揃いそうですけどね。そうですよね、うん、相当な確率で揃うはず。いやこれ外したか。逆に僕宇多田さんから引かなきゃいけないんだ。そうなんです。責任重大ですね。なんか聞くことありますか？そうですね、いつもこうですか？他人より持ってると思います？あんまりなんか大人数でゲームしないんで。あ、そうなんですね。かっこいい。麻雀とか打たれます？麻雀はよくやりますね。勝ちますか？まあ、波が激しい。ああ、なるほど、はい、ちょっと引きますね。はい、まあ、分かったような気がするんだよな。僕はこれを。はい、なるほど。お、あれ？お、消えないっす。こんなに持ってる。これこのターン大事ですよね。これ僕防ぎようがない。やばいやばい。防ぎようがないな、これ。どうでしょう。あれ？じゃあ。じゃあ。いやでもおそらくなんですけど、はい、多分その宇多田さんの持ってる2枚のカードのうち最低でも1枚は、まあ、ほぼ 100% 僕が持ってるんですよ、絶対に。確率。確率的に。なるほど。だからまあどれ引いてもね、もちろん可能性はあるんですけど。はい、この中に正解がある可能性はめちゃくちゃ高いですよね、現状。絵札何枚ですか？絵札何枚ですかね。結構300枚ぐらい今絵札。意外と心理戦で仕掛けてくるんですよ。びっくりした今。いや、なんか、はい、いや、ちょっとさらっと言ってくれるから。なるほど、意外と慎重なんですね。絵札が欲しいんですか、ちなみに。はい、絵札が欲しいんですか？絵札。おや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 。絵札聞きましたよね。絵札聞いてきたんで。F が欲しいのかな。 F ね、でもなんかこういう並びの時ってあの自分から見て左側に F だ寄せたりしないですか？どうなんですかね。そういう、僕今この並びはもう完全に配られた時と同じ並びになってます。知ってないんだ。知ってない。なるほど。ここでシルクロードがあることに気づく。伊沢さんジョーカーだ。だから引いてたんだあの時。宇多田さん、宇多田さん引かせてるわ。同じ並びになってます今。なるほど。リーパイしないですね。リーパイしない派です。しない派。はい、でもこれ僕が引いてで1枚あったら
次引かれて終わり？もうそうですね。だこれ引いたらもう勝ちの状態なんですね。あ、そういうことですね。はい、勝ちです。嘘でしょ。え、もう終わり？一周目？はい、あ、そうだ。そうですよね。引かれたら負けだ。負けですよね。そうです。え、もうちょっと勝負が終わる。もうちょっと話して。うわ、怖っ。最短。あとは我々はただただ引いて捨てて繰り返す。そうですね。もうビリ決めら、そうですもんね。嘘だ、嘘だ。これでもちょっと、そっか、言い訳させてほしいんですけど、はい、これ僕引かれても僕のせいじゃないってこれに関しては。そうですね。待って、宇多田さんマジかよ。はい、僕のせいじゃないっていうことは。もう運が勝った瞬間ですね。ただまあさすがに1回目じゃ。ただかなり確率は低いはずです、はい。もし2枚僕が持ってるとしても、まあ、他にカードが 1,2,3,4,5,6,7 枚あるんで、はい、まあ、9分の7は大丈夫です。大丈夫。でも9分の2、僕らはその時点で負けるっていう。やべえ。だから9分の2これで終わり。マジで一撃必殺じゃん。まあまあ9分の2なら全然薄いでしょ。20%以上ありますけど、ね、それポーカーで 20% って結構高いね。いや、めちゃくちゃ高いですですよね。全然引けますよ、 20%。ちょっとじゃあここ意外とすごい大事な局面、まあ、もう勝負決まりますからね、はい、まだ一周回ってねえのに、はい、ちなみにどっち利きですか、右利きですか。僕は両利き。ああ、両方いけるんですね。両利き。お二人は？僕も右寄りの両利きです。あ、すごい。僕は完全な右利きですね。はい。両利きが二人いるんだよ。カードを取るときどっちの手で取りますか？さっき右で。それは右にあるときは右の方が近いから右から取るんです。うわ、これうまい、やばい。プロギャンブラー VS 6億の人の対決、おもろ。普通にそのまんまだったら、ね、最終的なランダムネスに。いいですね。うわあ、マジか。これ揃ったら負けだぞ。なんなん、本当の運の勝負ですね、これに関しては。はい、じゃあ行きます。はい、外せ外せ。運命の、その前に第2回戦をご覧いただこう。それではこれから予選の2回戦をスタートしたいと思います。そしてマリックさんに今お座りいただいているということで、はい、なんか先ほど少し超魔術を見せていただけるみたいな話が上がりましたが、おなじみミスターマリック、ある意味反則ともいえる能力の持ち主。この試合大丈夫だろうか。じゃあ一つだけ、はい、生ハンドパワー、皆さんお願いします。すごい、テレビで見てたやつですよ。だって選んだカードを当てるっていうのは見たことありますよね、うん、これちょうどあのカメラさんでしょ、一組もうすでに混ざったカードあるの見えます、うん、大丈夫ですか、はい、ダイヤ、クラブ、ハート、スペード、ね、バラバラですね、わーっとずーっと見ていただくと分かりますね。いろんなカードがあること見えますね、はい、ありますか、はい、じゃあ今からサインペンをちょっと、男性だと黒いサインペン、はい、赤いサイン、はい、ちょっと2人だけで近いですから、うん、そこで見ていてくださいね、うん、はい、じゃあ今から2人が心に思ったカードを私が何当ててみたいという、いいですか、はい、トランプをこう広げてって、はい、好きなカード1枚覚えて、覚えますね、覚えて、はい、いいですか、はい、わかりました。覚えたのを忘れないうちにこの手のひらに大きく書いて、手のひらに、はい、握って、握って絶対開けないでください。わかりました。書くときもカメラがいっぱいありますから、はい、下側でテーブルの下で、あー、なるほど。誰にも分からない。で、覚えるときも、はい、こうやって覚えてください、こうやって。あー、なるほど、分かりました。で、すぐ閉じて。すぐ閉じて。ね。はい。で、絶対言わないです。まだですよ。まだですよ。はい、まだね。そうですね。赤いペンがありますから、はい、じゃあ、赤いカードを1枚その中から広げて、パッと、はい、決めたら変えないでくださいね。はい、1枚だけですよ。覚えました？はい、閉じといてください。はい、覚えました。じゃあそこに書いておいてください、はい、このままいいですか、はい、このまま黒いカード1枚、その黒いカード1枚ね、はい、で、私が当てるまで開けないでくださいね、はい、はい、ハートの10、違ってます、マーク合ってません、これいいんですか、ミシアさん、当たって、また当たってたら当たったと言ってください。あ、当たってます、当たってます、はい、あ、当たってます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 、
カメラにしたいんです。え、いきますよ。誰にも今見せてないですからね。おお、じゃあ次森さん、はい、逃げてくださいね。すごい。クラブ合ってません。クラブ大丈夫ですか。あ、当たるまで開けないでくださいね、はい、クラブの2って言うのどうですか。違ってます。違ってます。もう一回数数えてます。数だけ、はい、難しいですね。1、2、3クラブの7。違ってます。え、クラブの7じゃないですか。違ってますね。クラブじゃないですか。違ってますね。あ、クラブ、あ、クラブじゃねえや。じゃないですか、うん、はい、言わないでくださいね、はい、もう一回言いますか。失礼しました。ちょっと手出し、書いてない方の手出していただきます。そっち、もう一回言いますか。いや大丈夫です。手開いてください。書いてない方、はい、書いてない方。カメラさん、これ撮ります。大変失礼しました。え、これどうしましょう。カメラまず手の方を見せていただきます。手の方のカード、書いたの方、はい、見せてください。見えます。スペードの4。あ、スペードだった、ごめん。スペードの4。これね、しっかり覚えてらっしゃらなかったから私迷いましたけど、そのカード見てください。スペードですね。なんでこれ、イメージがきちっと伝わって、今ね、はい、あ、スペードの4です。もちろんすごい52枚、一組全部、ね、別に全然普通に、あ、普通のカードです。このようにして心さえ言えばババ抜きには勝てるということを先にちょっとなるほどやってみましたので、諦めてやってください。なるほど、やってました。やべえなむしろこれに勝てばハンドパワーを破るということになる。確かに勝ちにしたいですね。いや、頑張りましょう。だ、嘘つくと勝てますよ。私の嘘つくと。でも逆に今みたいに自分のカードが何だかわからないみたいな状態だったら意外といけるかもしれない。目つぶってやった方がいいかも、もしかして。いや、ザクレイク一番画面見てる人でしょ。確実に一番画面を見ている彼はプロゲーマーザクレイ。相手の行動を先読みするスキルはババ抜きでも活かせるか。いや、白手をすると昔を思い出しますね。あ、確かに。すげえかっこいい。そう語るのは森幸政。大犯罪を捜査してきた元警部であり、今は嘘の見抜き方を教えている。職業的にすごい、だいぶ、はい、ではカードの方を配らせていただきたいと思います。構成を期すために新品のカードを今カットさせていただきまして、え、わかんない、誰が勝つんだろう、わかんなすぎるでしょ。今日は唯一の女性なので女の勘を使っていきたいと思います。怖いですね、女の勘は。女性の勘にはかなわないでしょ。唯一の女性参加者 YouTuber ゆきりぬ、高学歴美女の戦い方必見である。超能力者ですね。女性は超能力者ですか。超能力者が2人もいますね。どうすればいいんでしょう。いや、本当ですね。じゃあ僕は元刑事の勘で、理論はあんまり言えないで。ありそうですもんね、ちゃんとね。私なんかもね、ちっちゃい時はこういうカードゲームやりたいんだけど仲間に入れてもらえないんですよ。こういう仕事がね。それは大変。消しちゃうんじゃないかね。なくしちゃう可能性がある。純粋にここに呼んでいただいて嬉しいですよ。こういうゲームがやれるというのは。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ。自分からいきましょうか。はい、はい、ザクレイ君ね、人読みえげつないから。えぐいね。多分この人はこうだっていうのが頭の中で固まったらそのまま死んでいけると。だよね。ではザクレイさんからスタートするということで、はいはい、2回戦スタートです。皆様の力を存分に発揮してください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。あれ、なんだこれ。よいしょ。あれま、やばいねこれ。あれま。え、3枚ですか。いきなり3枚。いきなり3枚だ。
え、森さんが一番少ないの？あ、終わっちゃいます。終わっちゃいます。終わっちゃいます。チャグレさん、引く。引きます。はい。3枚しかないんだもんな。チャグレさん結構枚数多いですね。たくさんもあるんですよ。まあ最初はね、わかんない。うん、わかんない。とりあえず、やりますね。はい。取っていただくんですね。そうです。で、まあ、いっぱいありますからね。サングラス、安心してます。大丈夫、大丈夫ですね。いっぱいありますからね。すみませんね、この角度で大丈夫反射しますからね。そうか、うん、サングラスサングラス、なるほど。大丈夫、え、大丈夫、はい、まさかです。じゃあ私、まさかですよね。はい、そんなことさっきとは違ってスピーディーにいってるね。そうだね、こうなるとちょっと運の要素が上がってくるかもね。そうだね早い、意外と展開が早い。俺いやまだ分からない。そうね、枚数が多いすごいな。じゃあこれを引かせていただきます。はい、すいません。あ、ダメ。今ね、ザクレイ君がジョーカー持ってます。あ、なるほどね、はい、ザクレイ君がジョーカーってのがいいね。そうだね、まあ、持ちキャラですからね。そうだね、はい、4枚まだ大丈夫ですね。うん、お、減りました。やってますね。うわ、それですか。いや、マリックさん読めなさそう。それをね、ないですよね。いいですよ。ないですね。はい、どれお前にありそうだね。怖い。この辺にありそうだね。お、やばい。マリックさんも3枚。マリックさんが早い。え、早い早い早い。展開早い。お、3枚。なんと、この時点ですでに3名が残り3枚。ない、ない、ありません。ないです。ない、ちょっとここで停滞しましたね。ジョーカー気をつけてくださいよ。ジョーカー、マリックさんかな。ジョーカー気をつけてよ。マリックさん、それそれそれある。ない、ないない、マリックさん持ってそうですよね。顔に出なさそうもうこっから怖いですね、引くのが。本当にどれもありますよ、どれも大丈夫ですよ考えてる。これでいいか。あるよね、これはあるよね。ほいっと。そうするとこれだけ5枚だからな。マリックさんのこの出し方がちょっと怖いっす、ね、怖いっすね。あるあるある。おお、あ、これはまさかの。こっち早い。いやいや、まだ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 ですよ。果たして森の勝利を食い止めることはできるのか。本当の運の勝負ですね、これに関しては。はい、じゃあ行きます。はい、外せ外せ。どれ名の見てね、僕に見せていいんですか。あれ、あ、見せちゃダメ。いや、見せてもいいですよ。あ、見せてもいい。全然見せてもいいですけど、お任せします。え、何これ。いやいやいや、わかんないわかんないわかんない、わからない、わかんないわ。だって宇多田さん意味わからん。どういう行動なんだ意味わからん。あ、何もないです。あー、まだ、まだ、あ、なんで見せたんだ宇多田さん。宇多田さん、ババ抜きはやったことがない可能性が出てきたさあ、僕はジョーカーを持っているでしょうか。仮に持ってたとして、はい、どこに置くかが重要ですよね。うん、1枚しかないです。いや、言うてもうちのんだ方ね、ものすごい運持ってますから。楽しみにしてる撮影は絶対に雨なの。雨なの。悪い方やな、それこういう時って、はい、やっぱ真ん中を取りたくなっちゃうんですよ。なんかやっぱ人間そういう心理があるらしくて、コンビニとかスーパーの商品も絶対真ん中からなくなるらしいんですよ。え、だから真ん中が一番無意識だと取られやすい、はい、でもこれで今探ってる可能性がありますあるある。そう、意識的だと、はい、なんか
他のカードに行くみたいなのがあるんですけど、まあこの辺にしておきます。なるほど、意識的に取る。はい、僕は意識して。おー、なのでただこれです。あ、揃うんだ。一歩前進。一歩前進。9枚。いや、ここちょっとまず1枚僕は減らさないといけない。そうですね、局面で勝つためにはやっぱたくさん YouTube 撮られてるんで、うん、カメラにジョーカーが映るようには、はい、多分持ってくれてると思うんですよ。なるほど。だから多分一番前から一番後ろだと思うんですよ、ジョーカーは。持っているとしたらですね。なるほど。だからこそ、はい、真ん中が安全なのかなと。なるほど。僕は思いました。真ん中のカード。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。なるほど。あー、行きやがったあいつ。なるほど。おー、いります。あれ、え、嘘が下手かもしれない。なるほど。ショックした。おい、顔わかるって。ダホ、ショックが隠せない。待って、また揃わないよ。僕、とっても重大な責任を今背負ってるんですよね。しっかりウォッチしておけばよかったな。ちょっと途中で記憶がちょっと動き始めましたね、心理戦が。クイズ多分これなんだな。これです。何、すごい、なかなか減らないですね。で、これまたお待ちかねの皆さん。そうなんですよね、はい、いや、さっきからちゃんと宇多田さんのことを落ちしきれてないな。ビッグ買った時は、ビッグじゃない、ビッグ取ってですよね、はい、は何口買ったんですか。10口です。10口、マジで。3000円。あ、でもそっか、3000円が6億です、はい、やばすぎ。全然それより楽な確率ですもんね、今。間違いない。本当だ。ビッグは480万分の1です。やばすぎ。48万分の1当たるのに、はい、これを引けないです。すごい。というわけで、じゃあ引かせていただきます。はい。ステイ。おお、まだ生きた。まだ生きた。もう僕らの命に握られてますね。そうですね。そう、やっぱここで全て分かってるから。やばい。やばいな。いや、運に握られてるのが一番怖いですね。いや、この横澤さん vs 宇多田さん、熱いね。あ、見てくれなくなっちゃった。そう、もう僕は目だけを見つめる。誘導しようとしてる。さっき見てたのにな。横澤さん、好きな女性のタイプとか。めちゃくちゃ関係ないこと聞いてこれにします。なるほど、はい、捨てです。うおー、減らない減らない減らないね。なるほど、不思議ですね。ちなみに、さっきから並べ替えてないです。本当ですか、ずっと同じですか。ただ、新しいカードはどっかに入れました。そうですよね、はい。まあ僕はまだそんな慎重になる場面じゃないんで、ここはまあ運任せに。じゃあ一番端をいいですよ。これを引きます。はい。え、待って。減らない。一回も減ってない。やばいやばいやばい。減らないな。逆にすごいかもしれない。すごいことになってる。我々座れ。一回も減ってない。やばいやばい。そうでしょ。減らないな。え、ババ抜きで一回も減らないなんて、なんだ。魔物いるわ。いや、じゃんけんで運使っちゃったか。ありえる。ありえますよね。わずかなものを。基本的にやっぱでも僕は確率論者なので、はい、同じ行動を取りたいんですよね。どうしても同じこと同じことをやっていれば、さっき罰を引いたら次はいい確率で取れるはず、はい、やっぱりこれかな。よし、言いました。おめでとうございます。まだ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 なんだよな。まだまだ道通し。じゃあ行きます。はい。そっちから行くんだ今度。え、ステイ。あー、よかった。いや、これ毎回ね、ステイがね、ステールに聞こえる。あー、確かに。ここにします。減るんだ。もう減った。え、今何枚ですか。今僕は
5枚です。あ、やばい、着々と近づいてきてますね。やばいやばいやばい。いやでもちょっとうちの動画だから僕勝たないと怒られちゃいそうなんですよね。頑張ってほしいですね。ここで行きます。お、それなんだ。お、嘘でしょ。選んだ。嘘だ。これなんかもう確率の壁超えてません？ちょっと一回もやってないんですけど。すごいですね。流れ込んでますね。そろそろやばい。ここら辺でバシバシ俺もカード減らしたいですね。こいつはずっとあるんじゃないか。こいつずっとありますよ。え？こいつはずっとありますか？いやいやいや、そこはちょっとなんで遠ざかったの？いやいや、そこはちょっと敏感な敏感な。だからこれが演技の可能性もあるって考えるとそうですよね。いや、宇多田さんまだそこが全然見えないな。怖いな。まあまあでも確率で言ったらそいつすごい、僕が見てる限りはずっと残ってる気がするんで、こいつが欲しいんですね。いい。どうだ。減らない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 んだ。減らない。カードが巡り巡るだけ。いや、やばい、これ長期戦だな。こいつあった。だってもう計算通り毎回外れ引かされてるじゃないですか。うん、3回連続ね。確かにそこに技術が実はあるのかないのかみたいな。怖い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 。どっちなんだろう。いやでもあのダウジングとかなんかあのオーリングとかで確かに言うと、あの触った時に自分の体温が上がったりすると、それが当たり外れとかっていうやり方あるみたいです。へえ。いや順序が逆のように思うけど。科学的にはね。確かに温度が高かったのはこれです。これですね。どうぞ。難儀したな、取るのに。ステイ。あ、よかったね。よし、生き延びましたね、我々。上手、上手。ありがとうございます。まあ、まだ一周分ある。ここで僕がでもお目当てのカード引くことできれば、はい、うん、確かに追いつきますので、私も。そうですね、ペースが同じになる。やば。え、なんとなく誰がジョーカー持ってるかって分かりますか？いや、結構確信だと、僕の中では確信なんですけど、うん、あの最初のハイパイン的にユダホさんがジョーカー持ったんじゃないかなって僕は思ってて、なんとなく。マジ言ってんの、やばいな。いや、なんですか、わかんないですけど、目の動きが結構ジョーカー持ってる人の目の動きだなって思ってたんですよ、ずっと。はい、うん、うん、なるほど。個人的にはですけど。怖え。まあもちろんね、すごい外れたこと言ってるのかもしれないですけど。そうです。そうかもしれないですね。でも割と結構自信あるんだよな。結構素直かもしれないのか。そうですよね、はい、ちょっとじゃあジョーカー探しに行ってもいいですか？はい。え、ジョーカーは引きたいですか？まあ引いてもいいですね、この際。なるほど、はい、今は結構ゲーム的にはもうまだ終盤ではないと思います、枚数的に言うと。そうですね、だから今引いてもそんなに不利にはならないと思いますね。まあそれこそ宇多田さんの手札が少ないっていうのもあるし、はい、うん、心理戦になると多分やられると思う。だけ目を見て。揃わず。うわーい。アチアが有利になるな。まあまあ、でもそれだけ持ってるってこと。この試合、魔物がいる。その隣のステイの地獄がしばらく続いた。マジで当たらないんだ。マジでこれポーカーだったらストレートですもん。本当に。なんでババ抜きなんだよ。嘘。それは何が起こってるんだこれは。よし、生き延びた。すごいな。やば。まだ揃わんのか。ステイですか？ステイっすよ。すごいな、弾けないんだ。悩んでる。雰囲気的にはジョーカー持ってなさそうですもんね、さっきから。うん、持ってなさそう。上がれない。上がれない。やばい。またこの局面だよ。もう何回目やねん。ここで世界の横さんから発表があるんですが、はい、僕は少なくとも1枚おそらく当たりカード持ってます今。いや、僕もそんな気がしております。なぜならさっき引かれたカードを引きました。おお。なので、まあ、伊沢さんが引いてない限りは、まあ、最低1枚は持ってますね。もちろん伊沢さんに渡ってる可能性もある、はい、けどおそらく1枚持ってます。まあマックス2枚。僕の推測では多分ですけど、多分状況は悪い。そうですよ。なんか僕もそんな気はしてます。はい、まあでも僕はそれを踏まえた上でちょっと引かせないっていう技をやります。お願いしますよ。お、ちょっと信じたい。え、
とんがり作戦出た出た出た、それ何なんだ、おうちババ抜きと同じやつ。あえて横に置いてるね。はい、さあ、そこで何を選ぶのかってことですよね。はい、この僕の持ち方には僕のプロギャンブラー歴7年のキャリアが詰め込まれてます。なるほど、まず大丈夫でしょう。はい、その壁を踏んで越えていくのかな、はい、ね、自信はあります。おすごい、適当に引きます。引かないんだ引かないんだ、非常に引くこれ。どうぞ。まあ、あの引かれたくないカードは引かれなかったです。作戦通りというか、それでも持たれてたらしゃあないですね。ずらしてみた、セーフ。おー、しゃ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 。まあ今のはかなり、狙って引かせることにができました。できたんですね。できました。そうなんだ、はい、へー。まあ手札見えてる方からしたら多分僕の意図は伝わったんじゃないかな。なるほど、解説動画見て、解説動画したい、動画見たい。ちょっと後でシルクに言っといてください。分かりました、解説しておきます。はい、まあただだからといって僕らのピンチは変わらないので、はい、こっから逆転勝ちするのがプロギャンブラス。なるほど、だってもうすぐですよ、1枚引いたら。だっておっしゃる通りね、えこんだけカードプールある。ただもうここに関してはシャッフルされちゃってるんで、うん、結構ノンインフォなんですよね、うん、さっきずっと混ぜてました。知ってます。僕結構ね、そのシャッフルトラッキングって言って、はい、トランプを追うの得意なんですけど、はい、追えなかったですね。なあ、よかった、まあなので運部天部でいきたいと思います、はい、ただジョーカーの存在は忘れてないですよ。一応警戒しなきゃいけないですからね、ジョーカーの存在は常に。お願いします。いや、ちゃんと表情見てんだよな。あ、そう、やばい状態が。ついに来た。あ、もう分かった、今分かっちゃった、今分かった。あ、タイ、タイです。いや、展開が動いた。やば、これはやばいぞ。やばい、僕も減らしますので。どうでしょう、来た。おし、よし、来た。ゲームは進めました、OK です、ありがとうございます。僕もありがたい、減らしてくれるとありがたい。あれ、で、僕はカードをずっと見てて、はい、で、本当にずっと引けてないんですよね。だから、本当、新しいのを引っ張ってくるしかないんだけどな。新しいのがどれだか分かんないけど、多分これが僕の当たり。今のところ、ずっと動きを見てる限りはこれが当たり。ちょっと我々はまず先にここに並ばないといけないから。当たらん。当たりないんじゃないかな。でもその気持ちすっごい分かります。いや、ただそれ当たらなかったのは朗報ですね。おう、なぜならその上がり牌が僕の手元にある確率はちょっと減ったはずです。それで、おう、そうか、はい、なんで、そうですね、そうです、そもそも、おそらくなんですけど1枚になってると思います、今僕の当たり牌は。多分ですけどね、気になる、見たい見たい見たい、いいな視聴者、はい、まあ、1枚は絶対にあります。で、すごい、はい、もしかしたら最悪のパターンは 66% で2枚アウトのパターンがあったと思います。結構僕その可能性になるパターンが多いなってなんとなく思ったんですよ、うん、今さっき僕が捨てた8のペアを捨てた時点で 66% 負ける絵が見えてたんですけど、伊沢さんが揃わなかったってことは、うん、33% に減った可能性が結構高いですね。なるほど、おそらくですけどね。すげえ、この人何なんだ。すごい確率で話してますなので、まあ、ただそれでも 33% は絶対にあるので、少なからずあるはずなので、どうやって引かせないかを考えていいですか。どうぞどうぞ。もうすごいな。あ、来た、また大きなお家が立ちました、さっきと逆手で持ったんですね。あ、でも戻した。いや、見てますね。会えるんだ。可能性をこうしようかな、どうします。あっさり引きに来た時が一番怖いかもしれないですね、そうなると、うん、あ、だから、いや、そうなんですよ、だから考えさせるためにこうしてるっていうのが。なるほどなるほど、考えてほしいですね、たくさん。なるほど、僕がヒント与えちゃいましたね、これね。そうなんですよね、そうですよね、今、良くないことしたかもしれない。たくさん考えさせたいんですよ。さあさあさあ、サクッと、はい、そこ引くんだ。ど真ん中の浮いてるやつ、
ステイ。うわ見事見事。作戦通りっす。きたー見事。ありがとうございます。やったいや真ん中引かしてるもん。やろう。嘘。作戦通りほら。嘘。すげえ。でもこれで勝ちの可能性があるから確かに引かせないことが大事ですよ。今僕2回連続で引かせたいの引かせられたんですよ。なるほど予告やっときゃよかったなって思いましたけど、引かせますみたいなそしておそらく引かなきゃいけないカードはこれだろうなっていうのはあるんですが、僕はなんとなくなんですけど持ってないと思うんですよ。なるほどうなほさんはおそらくね、はい、僕はね僕のこの2枚は2枚ともうなほさん持ってないんだろうと思っていて現状では、なのでとりあえずジョーカーをまあ、もし奈穂さんが持ってるならそれを引かないようにすることが優先かなっていう感じ。上がれないように気がしますね、ここではなんとなく。あえてジョーカー引いて向こうに流すっていうのもあり高等テクですね。はい、行きたいと思います。なるほど。え、僕さっきから表情で読まれてる気がするんで、ここでやりますいややっぱなぁ、いや心理戦僕が圧倒的に弱いんで、この辺かな。なるほど。これで引かれるかな、はい、いやまあそうだ、これ引かれたら終わりですもんね。ない。ステイです。なるほど。おー、ないの。怖っ。じゃあもう我々減らすだけです。いや、とは言いつつも僕がこれで横澤さんの当たりをもし入手してしまったらまずいんで。いや、どっちなんだろう。いや、僕も敵ですもんねさっきからいやこれを引かせたいような気がしてるんですよ、さっきから。だからあえて反対できます。はい、当たるかな。当たりました。おすごい、きた。一気に詰まってきたな。同じ状況でございます。ほんとだ、追いついたよ。334です。4か、次で3になる。はい、やばい、最初に引いてるからね。僕が一番持ってますね今。これ1ですか。違います。こっちが1。そうです正直。じゃあこれを引きます。はい、減った。うわー動いたよ動いたよただまあ俺が減ったのがいいことなのか悪いことなのかってのがありますよね、全体で見ると。はい、でも僕が勝つためには僕は減らさんといけない。そうですね。そしてもう1枚僕は危険牌っぽいカードがあるのでおまあただカメラにやっていいですか。お、これはもう多分あのアウトです 100% で、これは時点やばいで、いやてか全部やばいここまで来る、はい、まあ、これはまずやばいです。これマジやばい、うん、でそれが合ってんのかどうかなんだよな、はい、うん、で理屈的に言うとこれがやばいんですけど、理屈的に言うとね。でも序盤からの感覚で考えるとこれがやばい気がします、僕はなんとなく。はい、なので全部やばいっす、はい、感覚を大事にするんですね。強いて言えば僕はこれを引かせたいなと思っていて、うん、これ引かれたら絶対負けで、うん、これはちょっと分かんないって感じ。はい、じゃあ引かせたいカードをね、はい、ぜひ。これ視聴者超楽しいじゃないですか、ね、全部見えてれば一番楽しい。楽しいよ。楽しい、興奮する、ガチでおもろいというわけで、どうしようこれ。あのさ、横澤さんに張り合う宇多田さんの運よ、うん、それこうしましょう。これでいきます。守ってくれ。でもすごいですよね、さっきからずっと鉄壁のガードで。そうですね、1枚も引かせてない、ね、もういいようにやられてますよ、ね、宇多田さん1枚も捨ててないですもんね。確かに最初に捨てた以外、ええ、一回も動いてない、ずっとこれですよね。そろそろ。そうですね。これがまたお家が建ってますね。ガンの、どういう作戦なのか。どれ引いてほしいですか。もう見ての通りです。もうこのやり取り6回目か7回目ぐらいですもんね。そう、もはや。はい。これでいきます。うん、ある。おー、これはまさかの。勝ち？
早い。いやいや、まだ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 ですよ。それちょっとまだですよ。早い早い。うわあ、どうしよう。森さんがそのジョーカーを持ってるのかとか、うんうん、そのジャクレイさんが持ってるのかとかが今のところ分かんないので、どれを引いたらいいのかっていうのが分からないんですけど。安心して取ってください。安心して安心していいんですか。全然大丈夫です。本当ですか。大丈夫、どれも来てませんから。じゃあちょっとそれを信じて引きます。大丈夫です。どうぞ。あれ、1枚ですか。勝っちゃうの。勝っちゃうの。あ、そうですよね。ジョーカーじゃなかったんですか。ジョーカーじゃないです。うわ、ジョーカーだと思ってた。あ、おめでとうございます。ジョーカー持ってた。すごい早い。超早い。勝った。森さん、森さん勘だけでやってるだけなんだ。普通のなんかもう飲み会のババ抜きみたいな。確かに。絶対ジョーカーの推しだと思った。これが本来のババ抜きなんですね。本来のババ抜きですね。確かにそうですね。さっき一瞬で終わっちゃいました。さすがですよ。お国を守っていたから情報は漏洩しません。しっかり捕まえましたね。しっかり捕まえた。すごい。さあ、ここからはもう一番ビリを決める戦いだね。そうだね。引きます。あー、今ですよね。そうか、はい。うわ、なんか伸ばしてきた。いや、伸ばしてきた。これでお願いします。いきます。あ、今マリックさんがジョーカー持ってんだ。伸ばしてくるぞ。取ろうとしてる時すごい途中なのに大きい。伸ばしてくるぞ。もう掴ませようとしてる。うわぁ、あれ、帰っちゃう。まだ。いや、全然大丈夫です。はい、ここの3が出たことをが、そっかって思ってて、もう勘で、勘で、うわ、怖い。でも持ってたらどうしよう。これ取れちゃう。ない。お、来た。お、お、あれ、来ました。さあ、めっちゃ上げた。ここの2択怖い。これ見えてないよね。はい、大丈夫ね。いや、ここマジで大事だな。いや、これはこっちだ。あ、怪しい怪しい怪しい。なかなか取らないもんだね。かわいいよ、この顔が。こっち、こっち、私が取ればいいんだね。あ、そうです、そうです、ね、そうです。揃えば、こっちが来てますね。これは来て、あ、来てないや。おやおやおや、これが来てます、来てないや。そんな展開あるんですか。初めて聞いた。いや、ということはそうですよね。だからどっちなんだろう。ここ大事ですよ、これ。これ大事です。これ大事ですね。これめっちゃ大事。抜けなかった。来た、来た。いや、上がらない。上がらない。2枚よね。2枚です。ドーン。来てます。ねえ、楽しいんだもんな。すごい。あ、よかった。よかった。いや、これは目を開けとくべきだったのか。すごいですね。お疲れ様でした。なんかあっという間にちょっと。いや、そうですね。いや、これが本来のバムの気分。これがちょっとそうですね。こうしましょう。これでいきます。守ってくれ。でもすごいですよね、さっきからずっと鉄壁のガードで。そうですね、1枚も引かせてない、ね、もういいようにやられてますよ。津田さん1枚も捨ててないですもんね。確かに最初に捨てた以外、ええ、一回も動いてない。ずっとこれですよ。そろそろ。そうですね、これがまたお家が建ってますね、ガードの。
どういう作戦なのか。どれ引いてほしいですか。もう見ての通りです。もうこのやり取り6回目か7回目ぐらいですもんね。そう、もはや。はい。これでいきます。これです。え？うわあ！ちなみに引かせたいカードでした？全然違います。危ねえ！危ねえ！マジでセーフ。ラッキーラッキー。一巡前に伊沢さんが引いてんだなじゃあ。一巡前ではないものの、確かに歌だから伊沢が9を引いていた。なるほど。危なっ！皆さん全然嘘ついてました僕。危なっ。でもここからまた。ってことは、ね、ってことはこれがやばいんじゃないかな多分。これがやばくて多分こっちがセーフは変わらないかな。こうなったとき強いわ。さあ鉄壁のガードを見せてくれ。危ないとこだったマジで。やべ今の興奮で見落とした。僕もお家を作りました。4分のいきます。おもう2なのかどうなのか。ギャンボン。知ってる。最後決めてきたな。ポーカーの見方と一緒だ。ステイヤ。うわあ、すごい。怖え。怖え。まあ、僕はいつも確率論なんで混ぜてない。本当にずっと混ぜてないんですか。ずっと混ぜてないです。もうそういうの僕がちゃんと見とかなきゃいけないんですけどね。本当はちょっとただ引いたカード入れ替えたりはしてますけどね。そもそも当たりがないかもしれない。ただそれっぽいこと言おうとしたけどダメだ僕分かんないや。いやもうなんかこれこそ運なんですよ。そう運だから。そう好きに引けばいい。もうねどこに何があるとかあんまりよく分かってないんですよ正直。あのね相手の土俵で戦わない方がいい。もうぶっちゃけちゃうと好きに引けばいい。ここはやっぱ動画の力を見せたい。見せてくれ。君らカメラがあれば勝てるんだ。なんとかフィッシャーズ勢と言わせたい。これでいきます。これステイです。おー減らない。あってことはってことはってことは。さあ、ずっと見てたんですけど、ちょっと僕出だしを見せた気がする。新しいカードこれですか。違います。これですね。早い早っ。早い。あ、ダメだ。見誤りました。見誤りました。いやこれもう分かんないよ。分かんないな。これちょっと今ね、分かんないな。追えなくなったな。まあでもやっぱ引き続きやばいのはこれかな。これがやばいかな。見合いがあった。オッケーオッケーです。そしたらこうしようかな。はいはい。終わる可能性がある。じゃあお先に決勝。えやばい今回早い。引くのが引くのが早い。引くのが早いぞ。だなこれ怖いな。スピード感がサクッと引かれました、ね。ステイ。ああよかった。長い長いぞ。まだ終わらない。まだ終わらない。今はセーフです。まだ終わらない。ただね、僕が上がるためにはどれ引かせなきゃいけないかっていうことも考えなきゃいけなかったですね。今考えたら。確かに。引いてほしくないカードありますちなみに。あーでも今見ちゃった。そう見てほしくないカード見ちゃったな。あっぶな。正直ですね人って。人って正直。変えました変えました変えました。心理戦最弱でございます。うわなんだなんだなんだ。引いたか。
ステイです。おっと、まだ光るのか。なるほどなるほど、さあ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 、ドキドキしてきましたね。ずっとドキドキしてます。さあ、もう僕はね、もうずっと追ってるんですよ。ずっと追ってる。誰が何を引くかあんま関係ねえんだよな。この中に当たりはあるかどうか。いや、当たりなかったらあれですよね、もう視聴者は早く引けって思いますけど、うん、多分ですけど、でも何の理論とかじゃなく1枚か2枚ぐらいは当たりがある気がしてます。おう、なんでここで引いてまだ上がりじゃないんで僕は、うん、かなり有利になりたいと思います。そう、引けば有利ですよ。これにします。減りました。おっしゃあ、捕まったね。し、残り2枚です。これはマジで言ってんの。追いついた、追いついた、追いついた。久々に減りましたね。あれ、激いや、9からここまで来たのでかい。すごい。よし、どっちかなんだ、どっちが引きたい。こっちだった気がするんだよな。これが僕の当たり、こっちかこっちが僕の当たりなんですよね、多分。掴みたいな。欲しいな。これだ、当たり。うわー、みんななんかいい感じになってきた。当たり。え、当たり。うわー、きた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 。みんな2枚とかじゃない今。2枚、2枚、2枚、まあ、リーチ、リーチ、一歩手前、一歩手前ですね。ですね。まさかの横澤さん狂わしたの、ダホか。まあ、引き続き僕はここ僕勝負ですね。勝負ですね。かなり確率は上がってると思うし、引き続き有効牌はあると思うんで、まあ、あれ、こっちはないの分かってる。これを引かないといけない。おー、うん、今のところそこそこの精度で思い通りになってます。そこそこで、うん、毎回これにやられてるんです。じゃあこれでいきます。まあ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 、いいでしょういいでしょういいでしょうって感じです。この後も地獄のステイタイムが続いた。ステイだとすごいな。おー、いやー、ここ逃したらでかいな。何の動きだ今の。終えてなかったステイ。おーい、終わらんねー、終わらん、終わらん。じゃあもう一回混ぜます。僕も本当さっきまでずっと追ってたんですけど、こことか分かんなくなっちゃったから、いやあとは勘だ。勘と運、確率論です。僕は絶対こっちだと思うんですよ。おとは言いつつも、うん、当たりがない気がする。おなんでこれ引きます。なるほど、すごい勘。それ当たってるよ。せいです。おー今のこのグーでドキッとした。はい、結構当たりそうな気がする。持ってると思うんです、僕の当たり。これをかなり持ってます。であとはそれを僕3分の1で引けるかどうか。もうここまで来たら勘なんで、はい、普通に引きます。で多分普通に当たると。はい、これ、あると思ってんだけど。さあ
長い戦いだこれは。引けん。いや引いや全然今のあった。やっぱ狙いはあるので。いきます。はい、映った。ステイ。今カメラにコンタクトしたよ。お見事。そんなことステイ。なんか僕上がるかもしれないですこれ。おお、ここまで来たね。はい、いや僕これ多分勝ちます。おプロギャンブラーの直感がそう告げています。おお、申し訳ないんですが、もう次のターン回ってこないんで、もうシャッフルしなあの追わなくて大丈夫です。伊沢さん、僕はずっと可能性がある限り追ってますよ。ごめんなさい伊沢さん。いや僕もここめっちゃやばいと思ってます。そろそろ2枚とも僕当たりの可能性すらあると思ってるんですよ。マジっすか。はい、可能性としてはですけど、ね、なるほど、はい、プロギャンブラー勝たせていただきます。おちょっとじゃあ一回手札を僕にバレないように果たして、いやそもそも当たりがないかもしれない。あ、やばい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 。そう、エーストラダやばい。そうですね、ただ僕はどっちかが当たりだと思ってます。なるほど。どっちだと思います、ちなみに。ダメ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 。僕も負けられないんです、うちの動画なんで。なんとか勝ってメンバーにつなぎたい。あ、ナオさんは分かりやすい性格をされてるので、はい、取ってほしいカードを面積多め、取ってほしくないカードを面積小さめにするっていう癖があると僕は思ってます。変顔しました。さあどっちだ。癖があると思ってます。よし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 、俺ある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 、よし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 、なるほど。危ねえ今。いや多分ですけど、これ逆だったら絶対やばかったっすよ。やばかった。いや、なんとか今逃れました。なるほど。マジか。この2択勝ったのでかいぞ。いや、回り方によっては僕さっきで上がってたんだろうな、多分。先ほどから打法の感じの差があるのかどうか。多分ここで上がることはないと思います。ウェイト最強の侮れない。はい、まあ、もちろんステイです。おお、もちろんね、はい、いや、よかった。いや、ね、ちゃんとついてきてます、今んとこ。なるほど。いや、どれ取ってほしいですか。今回はノーコメント。ノーコメント。何を聞いてもノーコメントですね。となるともう噛んでいくしかない。はいはい。僕にそれやったら意味ないですよ。いや、でもこれで終わるかもしれない。伊沢さんリアクション早いな。そうなんです。すごいなこの均衡状態。ここでこの均衡状態を打ち破るかのごとく、宇多田が作戦変更に出る。スッと引かれた。スッて引かれた。さっきからあの話術でいいようにやられてる。なるほど。あ、ここに来て直感か。まずいなこれ。この男、自分の幸運アビリティの使い方にやっと気づいたようだ。なるほど。直感が強いからな結局。ステイ。うわあ。無限に出ない。さて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 。あれ。上がらせていただけますかここら辺で。この段階で、あのちょっと。ちょっとダメですよ、ダメですよ。書いてない。いや、絶対、いや、僕もこれまた多分状況が変わっていなければこの段階まずいと思ってるんですよね。大事大事。フィッシャーズにちょっと勝ちを持っていきたいです。あの、ちょっと雑学話ですか、このタイミングで。はい。あの、トランプって実は絵札が手に剣とかいろいろ持ってるんですけど、それ絵札によって違うんですよ、実は。スペードだったら何々で、ダイヤだったら何々でみたいな。知ってました？
いや待って、今のこの話意外と、いや関係ないと思う。知ってました。いや、多分この指でどっちで。知ってました。そんな気がする。そんな気がします。見たことませんです。見たことないです。あるじゃないですか、ほら手に持ってるの違うんですよ全部。本当だ。いや、まあ、そんな話頭入ってこないんですよ。もうそういう局面じゃないんですよ。え、手札に絵札ないですか。絵札ないです。じゃあ確認しなくても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあこちら行きたいと思います。ステイ。よし。おお、よし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 。オッケー。よしよしよし。今めっちゃ危なかったよ。危ね。いや当てろ。いけるかどうか。頼む、お前ならいけるんだから。さあここで引けるかどうか。引けるかどうかですよね。新しいカード入ってきましたから。ちなみにハートのキングだけ斧を持ってます。ハートのキングが斧を持っている。キングは普通斧を持ってないんですけど。あ、そうなんですね。これも雑学ですね。なるほど。ようやく話が入ってきました。自分の見えやすい方に安全なものを置いておくと思うので、こちらを一度取っておきます。なるほど。僕はステイです。おさあ3分の1ですね。本当にこれ難しくて、なんか混ぜ方がどんどん上手になってるんですよね。えどんどんいろんな混ぜ方して上が下に行ったり、上がただ中に行ったり、上の馬だったりとかね、するんですよ。本当にわからない。3分の1です。これね、次こそ当たると思って。いきますよ。くだっかあがり。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで予選1回戦は伊沢さん優勝でございます。よし、おめでとうございます。よしずっともう僕は途中から見ることしかしてなかった。うわー、いやー参った。最後はでも僕本当勘でしたね。ありがとうございます。3分の1で、はい、勝ちました。宇多田さんの運、そして横澤さんの経験、ナホの野生の顔を凌駕した、はい、伊沢さんの知識、いや観察眼だよ。鳥肌がやべえ。ずっと見てた。この後ナホ横澤の順に上がり、最下位は宇多田となった。やばい。ありがとうございます。あれ僕が決まりましたね。あれで3位ですね、はい、こんなことあるんだ。本当だ、そんなことあるんだ。不思議ですね。あれどうぞ、ビリと引いてください。引いて、はい、終了でございます。不思議だな。不思議だなありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、この展開だったな。そんなことあるんですね。あれ、ま、負けねえ、誰も信じられないですけど、初手は最高の運でしたもん ね, ねえ。さて、それではババ抜き最強決定戦、いよいよ決勝となります。第1回戦第2回戦、まあ、予選を勝ち抜いてきたわけですが、今のお気持ちをお聞かせください。まあ1回戦は集中を切らさずにできたと思います。クイズというのはやっぱり問題文を聞き続けるものなので、ずっと集中していなきゃいけないんですね。なので短期間の集中を保てたのが勝因だったと思うので、2回戦も集中を振り絞ってやりたいなと思います。なるほど。そしてどうですか、はい、もうここまで来たらやっぱり勝つしかないので、もう一生懸命ちょっと考えていきたいと思います、はい、クイズ王対刑事という対決となりましたが、はい、元ですけども、はい、楽しみです僕はもう確率論者なんですけど、運信じますか。いや、運信じますね。お、僕ね結構運強い方なんですよね。あ、そうなんですね。お仕事でも役に立ったり。そうですね、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。勝ちましたね。ちょっとカードの枚数数えてもいいですか。はい、見ないで。はい、偶数来ましたね。僕が欲しかった。先行でお願いします。先行、はい、僕が、先に引くということですね、はい、
よろしいですね。はい、ではババ抜き最強決定戦決勝戦、はい、スタートです。よろしくお願いします。枚数多いからな。じゃあ引くところからですね。はい、引かせていただきます。まあね、持ってるのは分かっちゃう。そうですね、どっちが持ってるかお互い分かるんで、何を持ってるかも分かります。そうですね、ここまで来ると確率論ですけど、まだどう並べてるか傾向が見えないんで、はい、ひとまず1枚引いてみましょうかね。どこに入ってるかちょっと聞いてみていいですか。どうぞ。これですか。さあさあさあが一番分かんないな。じゃあ引かせていただきます。はい、まずは引いて相手の動きを見ます。はい、はい、消えますね。基本的に当たりをつかめば消える。まあそうですね。はあ、スッと引くんですね、さすが。消えていったらカードを追いづらいんですよ。ちょっと変えますね。おお、持ち帰るんですね。きれいに直すんですね。あ、でもちょっと出てる。なんで、はい、ちょっとやっぱりこれだけ大きく見えるんですね。え、今意図的に出しました。さあさあ鉄壁だな。うん、なんで組み替えたんだ。組み替えたからどこに何があったか分かんなくなってしまった。なんで組み替えたんでしょうね。ここのカードで一回切れ目があったんですよ。ここのカードを前にやったのを後ろに戻したんで、意図がありそうなのはやっぱこの辺りなんですよね。この辺りは何の意図もないんじゃないかと思うのでこれを引きます。はい、はい、消えました。残り5枚です。ありますからね僕が守るだけです。僕が攻めるの。ああ、でも僕から見て右から1番目のカードと3番目のカードは動いてないんですよ。なんで動かさないんだろう。なんで動かしたんだろう。でも不安なことに動じるタイプじゃなさそうなんですよね、うん、こういう時はガンとして意思を持ってるはずだから、動かしたカードの方が怖いんじゃないかな。動かしたカードの方が確率はあるんじゃないかなって僕は思ってます。なんでジョーカーは動かしてないにかけます。これじゃないかな。これは動かしたカードだから大丈夫。セーフでも僕まだ全然渡り切らないといけないんですね。はい、この前これとこれは前のターンに動かさなかったカードだと思うんですよ、僕が見てる限りは。となると僕のさっきの理論で言ったら動かしてたどうでもいいカードだと思うんですけど、合ってますどっちなんだろううなずいたのに肯定か否定か分からないっていうのがすごいです。自分を信じるしかないよ。直感は信じてますか。直感信じますよ。僕は直感は疑ってしまうんですよね。自分の頭がこう誘導されやすい方向に誘導されてるんじゃないかって思っちゃうんです、うん、なるほど。でも理論に準じることも大事で、さっき僕は理論の準じなんで同じということです。これはさっき動かしたカードがなかったんです。なるほど、攻守交代。やられた。
さあどうしましょう。いいですか。どうぞ。これですかね。これかな。最後ずっとスッと腕を伸ばしてきてたんで、スッと腕を伸ばして直感的に取ると思ったんです、うん、直感的に右の方を取ると思ったから、うん、右引き出し奥から見て左、はい、最後だけ選ばれてしまいましたね。目線が鋭くてびっくりしました。いやいや、よく取ったな。あんな目で見られたことはなかなかないです。まあ、好奇心なのか、はい、汗かいてます。でももうどうしようもないですよね、はいはい、すごあすごい、しょうがない、負けました。くー、勘で、そんなことが、動物的勘ですね。やられましたね。鋭い眼光の前には完敗でした。ありがとうございます。最後、ありがとうございます。間違いなければ。いやー、気持ちいいですね。やられました。お見事です。勝負事なんで。ありがとうございます。勝負事なんで悔しい。はい、ということで。いやー、そうろいな、これ。すげーわ、これ。大型企画でのこの頭脳戦。とんでもないわ。面白かったね。いやー、うんだほもね、結構頑張ってくれたと思う、ね。いやー、なんとか繋ぎたかったけど、強かった相手が。ね、大変だったろうな、ね。全員強かったんですけど、うん、この日。最強だったのは森さんでした。いや素晴らしい。面白かったね。いや面白かった。まあもう一回見たいもんね。これまたやりたい ね、だいぶね昔に撮った映像なのでね、まああんな感じにやってるんですけど、うん、まあ十分配慮はさせていただいてる状態で撮ってます、はい、フィッシャーズ初めての大型企画かっこ頭脳戦いかがでしたでしょうか。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。絶対お願いします。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。